はい、デトゥベーシック。今日は滑走姿勢、骨盤と斜面の平行の練習します。うーちゃん早いな。まだ手上げる前に出てるから上ちょっと取れなかった。担ぎが甘いね。ええねん。上体をもう少ししっかり背中腹圧をかけた状態で OK だよ。うーちゃんだいぶ良くなりました。双葉のあの担ぎが甘いよね。担ぐときにエレンも双葉系なんだけど、もう少し思い切ってこうやって肩ごと上げてもいいね。よし、じゃあ両方のストック外側やりましょう。もっと外側にこうやって傾きでつけてもいいからね。よし、じゃあ外ストックだね。あ、ゆず。おー、シーズだいぶいい。前はまだまだちょっと足りないね。担ぐ時の肩をもう少し上げちゃってもいいよ。外側の姿勢をもう少し意識してもいいね。いや、外側のストックやろう。はーい、ゆうか、思い切って引きずっていいよ。よーし、そうだ、力入ってるな。手こっちは伸びるんだけど、こっちの外側の手のストック立ってる。こっち引きずっちゃっていい。こっち側の外側の手。はい、桜。さあ、しっかり滑走姿勢の時の骨盤が平行であるところ、そう、しっかり担いでしっかり引きずりましょう。止まりそう。先、よし、いいよ。今度外側、両側のストックね。はい、しっかり骨盤が平行であるか外側の意識もう少し持って両方のストックやろうね。さあ、水分取りながらやろうね。ダメ、どっか行った。おー、そうだ、リラいいよ。そう、しっかりグーッと、しっかり引きずる。外側の手しっかりグーッと押せ。よーし、 OK、 ベリーグッド。はい、のはしっかり外側スーッと、体よりちょっと後ろ気味を引きずるような感じで担いだ時、もう少し肩の位置を高くしよう。よし、リーダー。よし、じゃあ水分取りながらやろう。担いでる。もっとしっかりグッと担げ。おお、夏美のこの喧嘩ポーズ。よし、ノア。ノアね、さっきよりかなりいい感じだね。もう少し外側の外交を意識してもいいかな。ね。はい、うーちゃん、はい、滑走姿勢ベーシック2です。斜面と骨盤が平行で、よし、うまいね。よし、うーちゃんいいね。ちょっと待ってて。最後までぐーっとしっかり。はい、双葉。はい、しっかり立ち上がる。もうちょっと傾きが欲しいな。もうちょっと双葉傾きが欲しいね。外側にぐーっと倒れる感じが。でエレンは一回入れ替えるときに一回しっかり立ち上がってもいいかな。一回グーッと立ち上がって。よし、
あーゆず、はい、マヤ、オッケー。マヤ、もう少しぐーっと外側の意識もう少し持ってもいいかな、はい、まだまだ平行からは遠いかな。うわ、もっとぐーっと最後まで引き、最後までぐーっと、はい、ゆか、ベーシックツー、しっかり骨盤の傾きを意識してやりましょう。一歩足、アップ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 、しっかりグレー、そうです、アップ、アップ、アップ、あ、よし、ゆうか、よかったね、ナイス、ナイス、もう一回、一回上がれ、一回上に上がれ、低い、低い、低いまま、低いままが良くない、ナイス、いいターンしてる、前、もうちょっと股関節がぐっと上がってくるといいね、お尻が、いいな、アップ、アップ、よし、美咲、もう少しターンの後半上がってもいいね、入れ替えるときね、少しまだ低いまま、お尻が低いまま入れ替えてるから、もう少し立ち上がってもいいかな、の、アップ、アップ、しっかりもう少しこう傾いてもいい、よし、リラ、よかった、とてもいいです、休憩してる。美咲はだるそうに歩いてるのよ。見えるんだこれ。アップ、グーッ、アップ、グーッ、アップ、おい、夏美も血を出す候補には入ってるんだよな。はい、ベーシック、外側、意識持って体のセンターで持ち帰る、もうちょい外側から、よし、よし、ゆうちゃん、いいよ、じゃあ逆側です、今度内側か、今度、よし、さっきよりいいぞ、しっかり骨盤の平行にして、ふーっと、あー、いいね、よかったよ、さっきよりよかった、今度逆側ね、はい、二番もよかったよ、今度逆側です、よし、もういいね、ゆず、しっかりぐーっと乗って、内、体のセンターで、よし、前はすごく良かったよ、よし、逆側の手やりましょう、センターで持ち替えて、お尻、ヒップ、ストレッチング動作で上がり、ずーっと骨盤と斜めと平行で、よし、素晴らしい、打ち手、うーっと、うーん、ここでアップ、しっかりセンターで持ち替えて、アップ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 、よし、ナイス、ナイス、しっかり傾きつけて、ナイス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 、疲れてます、アップ、アップ、アップ、あ、やっぱりいたか、
なんか黒いちっちゃいのが一瞬入ったんだよな。ソーリー、真ん中、体のセンターで持ち替えてる時間を少し長くとって、すぐこう持ち替えないで、今日はニュートラルのフラットの時間を少し作ってあげて、お尻をグッと上げた状態から開くっていう。で、今度逆側の手ね。はい、持ち替える時に体の中心で一回フラットにする時間を長く作るようなイメージで、お尻を一回グッと上げる。よし、今度外側かな、逆側の手でお願いしますね。さっき取れなかった。リーダー完璧だよ今の。どう今の、かなりいいんじゃない。はい、うちゃん、はい、今日は滑走姿勢、骨盤の位置と斜面に対して平行であること、しっかり意識しましょう。ちょっと外気味にしっかり今日は意識して、パーフェクト。はい、エレン、ナイス、アップアップアップ、アップアップ、よーし、エレンもよ、よーし、オッケー。双葉は土踏まずから母子球あたりの前の方向をしっかり、よーし、エレンもいいね、素晴らしい。よーし、2つ目いくよ。はい、ダイブイ、はい、外をしっかり意識して、ぐーっとして、ぐーっと、よーし、素晴らしい。はい、外しっかりぐーっと。おーし、前もいいよ、ベルグッド、素晴らしい。腰の開いてる感じも回ってる感じも全くないしね、骨盤の平行もしっかり保たれてるんで、素晴らしいです。はい、ゆずもいいよ、素晴らしい。グーッと押せ、そこグーッと我慢する、はい、のグーッと我慢しろ、そこお腹抜けないで、お腹抜けないで、お尻しっかり効かした状態で、よし、ナイスナイスターン、よーし、いいターンだ、素晴らしい。はい、のはいいよ、お腹抜けないようにね、お腹の腹圧、お腹に入る力が抜けない位置にないためだよ。お尻が下がったり上体が前に行くとお腹が抜けちゃう。ら前鼻かいや、休憩が長いよあいつら、まあ休憩が長い。はい、ゆうか、ハンズアップ、よし、オッケー、ナイス。それ以上骨盤グーって詰めちゃダメ。よし、そうです、素晴らしい、ベリグッ、こんなもんでいいよ。はい、オッケー、ベリグー、はい、桜、はい、ちょっと先にお尻が内側入って、腰がちょっと外気味に。よし、優香よかったよ、あの野郎休んでない、もしかして。よし、優香すごい良かったです。よし、じゃあクロス行こう、胸の前で、はい、カーヤ、ここでアップ、お尻アップ、よし、アップ、そう、もうちょいだ、もうちょいだから、リーダー、ナイス、カーヤ休んでたし、また、え、あのね、ターンはすごく良くなってます。ターンの後半から次に移行するところの部分で、ティー
違った。誰か揺れてるわ。エレンだ。エレン歌場組。さあ、ミサ来るか。はい、リーダー。よし。最後しっかり。スクーティ、イエス。ナイス。イエス。しっかりグーッと骨盤だけで。よし、イエス。はい、イエス。アップ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 。はい、岬終わり。いや、いい滑りでした。はい、うーちゃんも終わり。先にスキー洗ったりして準備してください。しっかり乗る。はい、双葉、双葉アンドエレン、一発でいけ、一発で。マヤ、ナイス。よし、エレン回り。はい、洗ったりして帰る準備してください。はい、双葉も終わり。はい、夏美。はい、ゆずも終わりね。しっかり持ってくれって、そっち方。よし、こっち上がる。こっちの方が甘い。もっと内側の肩上げろ。もっと下げろ。外側もう少し、もう少し手がつくぐらい。よし、夏美終わり。はい、ゆうか。よし、今のターンいい。今のターンいいよ。アップ、アップ、アップ。骨盤だけの傾きでカービングできるか。アップ、アップ。もうちょい違うの方、グッと上げてもいいよね。